太田光漫才、苦しくて、しょうがない、それでも続ける理由3年間仕事なしプライド捨て、だからなのかも。お笑いコンビ、爆笑問題の太田光、58、が8日、深夜放送の東京 FM、東京スピークイージー、月木曜深夜 1.00 に出演。漫才を続けている理由を明かした。小説も書いている太田は、執筆は楽しいとコメント。一方で、漫才作ってる時が苦しくて、しょうがない。相方の田中と、ああでもないこうでもないって言ってる時は、憂鬱で、しょうがないと語った。それでも、漫才の舞台に立っているのは、成り行き。俺らは、最初の頃に、事務所の問題があった。そういうこともあって、自分たちで、事務所、タイタンを立ち上げて、タイタンライブっていうのを2ヶ月に1回やらなきゃいけなくなった、必然的に。ネタをやらないわけにはいかないしっていうことで、本当は、他で食えりゃ、ネタなんか卒業してやりたかった。でも事務所の後輩も増えて、俺らがネタやらないと始まらないから、成り行き、慣れの果てと説明した。また、今思い出しても、あの事務所のごたごたの時期、干されていた時期は本当にきつかった。仕事が3年間なかった。当時はプライドがあったから、若手が出るようなライブなんか出ても、って思ってた。けど、そんなこと言ってる場合じゃないってなって。もう1回新人のつもりで、コンテストに出た。しがらみは関係なく審査してもらえて、そこで優勝した。だから、漫才やり続けなきゃいけなくなったのかもしれないと語った。